歴史を紡ぐ者たち、そして受け継がれる魂、偉大な先輩から託された腕章。2018年イジャラメンディはシャビ、プリエトからこの腕章を引き継いだ。すでにゲームキャプテンは務めていたが、チームキャプテンはまた違う重みがあったことだろう。そして2023年、託された腕章は有望な後輩へ託すことになった。大怪我を乗り越え、今季ピッチに戻ってきたオヤルサバル。彼の完全復帰が、今夏最高の補強と言ってもいいだろう。そして、マドリーから復帰後、8シーズンにわたって魂を込めた番号は次世代へ引き継がれる。バルセロナ、アーセナルから関心を寄せられる期待のミッドフィルダーは、クラブへの忠誠を誓う。ラレアルの選手として最後のスタンドへの挨拶。来季以降はいつも見ていたスタンドから両隣にいる若い選手たちを含む心のクラブの選手へエールを送る。そして久保建英を大きく飛躍させてくれたレアルソシエダ、そしてその貴重なシーズンのキャプテンだったイジャラメンディに、日本人のファンとして感謝を伝えたい。来季、ヨーロッパ最高の舞台でのさらなる飛躍で、チームへの恩返しを期待したい。そして、会長のアペリバイ、スポーツダイレクターのオラベによる、堅実で的確な今夏の補強に注目しよう。